ここは五反田っていうところですね、うん、東京で山手線環状線があるんですけども、その中の一つの駅の近くです。東京に来ると食べ物って何を思い浮かべます？そばですよね、うん、東京に来ると、必ず食べるというそば屋さんがあるので、ちょっとご紹介をしていきたいと思います。これが、駅前で、こんな感じで JR 駅がすぐある目の前のところなんですが、JR を出まして、ここは何通りですかね。まあけどその蕎麦屋さんっていうのはですね、基本的に言うと JR の駅周辺にある、小さなこう東京での地元ローカルチェーンなんですけども、名前は小諸蕎麦と言います。ちょっと見ていきましょうかね。そばです。メニューを見ていただくと分かるんですが、もう本当にそば一食、そばのみ、結構こだわりを感じる店です。で、私は結構この冷やしたぬきとか温かいたぬきを食べるんですけども、